地震や台風などの自然災害で電線が切れた想定の訓練があり、九州電力の関連会社の若手作業員が復旧の手順を確認しました。訓練は災害の影響で電線が切れたという想定で行われます。まずはあちらの発電機から病院など緊急性の高い施設に電気を送る作業から始まります。訓練には電柱や電線といった設備の点検を行う九州電力送配電などの若手社員24人が参加しました。病院など緊急性の高い施設には一旦発電機で電気を送り、その後高所作業車を使って短い電線を継ぎ足すなど切れた電線を修復します。訓練では審査員の社員が作業が安全に行われているかや制限時間の100分以内に復旧できるかを確認していました。こういった訓練はですね、糧として、1秒でも早く電気を送れるように努めてまいりたいと考えております。この訓練は若手社員への技術の継承を目的に毎年行われています。